はい、どうも、ジュンです。今回なんですけれども、2月26日。この日は何の日か、皆さんわかりますか？なんと、僕の誕生日です。はい、今回、僕、既婚者で、本日は、お嫁さんに、ケーキを作っていただけるんです。こちらですね。見てください。即興ケーキ。はい、いちごたっぷり、真ん中スヌーピー、生クリームたっぷり、サイドは小枝で中に生クリームたっぷり、もう僕のことを分かってくれている最強のチョコケーキですね。はい、今回はね、このチョコケーキを、まあこれ全部いっちゃってもいいんですけど、まあ、ちょっと、もったいないんで、今日はこれを食べて感想を言う動画にしたいと思います。はい、まあ、それだけの動画なんですけど、皆さんちょっと暇だったら見ててください。はい、ということでこの特製ケーキ食べていきたいと思います。まずいちごから。甘くて美味しい。で、次。どうしようかな。いっちゃいたいと思いますね。一気に。このスポンジと生クリームで。見てください！バナナ入ってる！隠しバナナ。いちごだけかと思ったのにフルーツ、びっくりしました。いただきます。うん、うまい。いや、こんな大きなケーキを一人で丸ごと切らずにいくっていうのがもう楽しいっすよ。うまい。寂しい時は小枝食べて、小枝食べてスポンジいって、ちょっとさっぱりしたいなと思ったらこのいちご、最高。うまいですね。僕本当に甘党で結構大好きなんですよ、甘いの。特にケーキとかパフェとか、これ夢のようっすね。毎日食べたら太る。今日だけ許してください。じゃあちょっと最後にいっぱい食べて、ちょっと最後に大きく食べて、残りは今日中に楽しみたいと思います。それではいきます。これうまい！全部俺が食う！